はい、ゾエパートナーズの森です。今回もお話をしていくんですが、今回もね、コメントに返信していくというようなね感じの動画ですね。でですね、今回コメントいただいていたのはですね、枯れたかどうかを判断する、簡単なね、方法というのでね、まあ、やり方としては枝をですね、こう枝をこう切ってみたりしてね、切るというか、まあ、削るっていうような感じのニュアンスに近いんですけれども、そういう風にしてね、水が通っているかどうかを見ると、水が通っていればですね、色がね、黄緑色とかね、緑色っぽい感じになってですね、通っていなければ、ね、茶色、枝のね、なんていうんですかね、この樹皮の色というかね、そのままみたいな感じでね、なっているんですよ、というふうなね、感じになります。コメントいただいた動画ね、概要欄のリンクの方からね、いつも貼ってますんでね、もう一度見たいよという方、まだ見てないよという方ですね、ぜひとも見ていただきたいと。で、この動画ね、結構古い動画なんですけどね、まあ、いつも見ていただいてますんでね、新しくね、動画撮り直す、やります？わかんないですけどね。まあやり方なんてね、もうそれだけしかないんでね。まあそんな感じという風になりますね。で、チャンネル登録の方もね、今回もよろしくお願いいたしますという風な感じでね。動画ね、コメントいただいてたのがですね、今日見てみたら小さいお花のような中に粒々みたいなのが入ってるのがいっぱいついてたから、下の方を削ったら緑色でした。動画見た時はなんか見るのが怖くてそのままにしてたんですけれども、これからは他の植物も確認したいと思います。ありがとうございました。というね、動画いただいてます。動画にコメントね、いただいてどうもありがとうございます。高木なのか中木なのか低木なのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、小さい木とかだとね、結構その、ある程度大きくなっちゃったらね、そこはね、枯れちゃうみたいな感じのことってあったりとか、あとはね、その小さい木とかだとね、こう、ヤゴヒコバエみたいなのを育ててですね、まあ、幹更新って言ったりするんですけれども、そういう風にしてね、下の方が生きてて、上の方が枯れちゃってるよみたいな時とかにも使えるという風なね、感じになります。だから、どこまで水分がね、上がってるのかっていうのを判断するというのにも使えるんじゃないかなっていうお話ですね。ここまで来てるけど、ここから上はね、枯れて、だよとかね、大体ですね、その川のですね、どこまで行ってるかっていうのって、普通枝がどこから出てるのかとか、葉っぱがどこまでついてるのかっていうところで判断したりしますんで、ですんでね、まあ枝のね、葉っぱがついてれば、まあ、そこまで生きてる可能性は高いし、葉っぱがついていなければ、もう枯れちゃってるよっていう場合がね、多いんでね。で、葉っぱがついてるけれども、まだ落ちてないだけ。たまたまね、何かしらの理由でですね、もうくっついちゃってるだけ。葉っぱが枝にくっついちゃってるだけっていうパターンとかもありますんで、そういう場合にはね、まあ、この方法でね、確認していただくっていうのも、ま、一つなのかなと思います。はい。で、続きましてですね、キャンプ場で起きた立ち枯れ倒木事件のニュースを見ていてたどり着きました。参考になりましたというコメントですね。どうもありがとうございます。ね、結構ね、キャンプ場とかをですね、私あんまり行かないんでね、なんとも言い難いんですけれどもね、その、山とかね、手入れされてないなんかね、ところとかっていうのって結構ね、もうそのまま放置されちゃうっていう場合がね、あったりとか、あとはね、その、大自然ってなんかそうなってるよね、みたいな風に、見えるとき、というかね、まあそういうもんなんでね。でね、まあ何かしらの原因でね、そう枯れちゃうっていうのって結構普通にあることなんで、まあね、その、キャンプ場だったりとか、隣接してるね、山があるよとか、なんかね、誰かに迷惑かけちゃうかもしれないし、自分の家が迷惑被るかもしれないとかね、なんかニュースとかでね、街路樹が倒れちゃうよとかね、なんか強い風の時とかね、だからそういうのとかもあるんで、見てね、もう私とかはね、もう見た瞬間枯れてるかどうかなんていうのは大概わかるんですよね。普通わかります。植木屋さんだったらね。何年かやってる植木屋さんだったら普通わかるんですよ。僕だからわかるわけじゃないです。普通わかりますんでね。で、それね、あれ枯れてるな、危ないなっていうのもね、言った方がいいんですけど、そこの持ち主がね、実際誰なのかわかんないから、言えないし、ね、どうすることもできないっていう場合とかもね、結構あったりするんですよ。ですんでね、やっぱ自分の危険はね、自分の身をね、守るのはやっぱ自分しかないと思いますんで、これはちょっとね、危ないんじゃないかな、みたいな感じでね、注意して、歩くようにという風な感じでね、子供たちとかね、うちの妻とか、まあうちのね、従業員さんとかには、まあそういう指導してると。あとはね、その私の会社ではね、行って、まあ枯れてる、とかね、ここの枝枯れちゃってますよみたいな感じになったら、基本的にはもうね、切っちゃうとか取っちゃうっていうのをお勧めしてます。その後ね、その枝がねどうなるのかって言ったらもう倒れるの一択なんですよ。復活することはないです。枯れている枝が復活するっていうことはありえませんので、ね、ありえないんですよね。それね、もしあったらね、神様としてね認定されるんじゃないかな、聖人認定
ね、人じゃないんでね、生木っていうんですかね、そういう感じになりますんでね、まあ基本的にはそういうことはね、まあ起きないというふうになりますんで、もう倒れちゃう、ね、迷惑かけちゃうというふうになりますんで、十分注意していただきたいというような感じです。で、キャンプ場もですね、それ、要するに自分自身で知識があればね、あそこの木危ないかもしれないなって、キャンプのね、その運営してる会社さんにね、あそこ多分枯れてるんで倒れちゃいますよ、みたいな感じでね、知ってれば言えたんですけれどもね、なかなかやっぱりね、冬の時期だったりとか、ね、秋とかね、まだ葉っぱが出てないだけかもしれないなとかね、そういうふうに思っちゃうとね、結構危険になるっていうこともありますんでね、まあ判断していただけたらいいんじゃないかなと思います。続きましてですね、コメント。牧の木の葉が先から枯れてきています。害虫ですか？コガネムシがついています。オルトラン液体を散布しましたか？という質問ですね。コメントいただいてありがとうございます。害虫でですね、葉っぱの枝先がね、枯れるとかね、そういうのってよくあるんですけど、全部の枝先というかね、その葉っぱの先が均等というかね、そのもう同じような感じで茶色くなっているのであれば、多分水があまりうまく吸えていないか、根がね、何かしらなっちゃってるっていう可能性の方が高いんじゃないかなと思います。で、牧ね、なんかコガネムシみたいなね、なんていうんですか、あれね、なんか羽がついてるね。うちの息子がね、なんか虫がすごいね、今好きみたいでね、ちょっとね、あれが何虫なのかを聞いておきますけれども、なんかカナブンみたいなね、コガネムシみたいなやつがね、牧結構つくんですよね。で、まあ、結構ね、それによってなるっていう場合もありますし、そうじゃない場合もあるんで、一概にはね、ちょっと何とも言い難いんですけれども、私ね、このチャンネルでね、常々ね、こう言ってるんですけれども、木が元気であればね、あんまり葉っぱを食べられたとしても、そこまで被害が、こうね、広がるっていうのってないんですよ。っていうのも、食べられないように、木側もね、基本的には普通は大体、その抵抗するために何かしらのね、この木が、ね、虫をね、嫌がるものを出しているという風にされている木が多いという風になってます。ですんで、まあ、この薪もね、漏れずに同じことやってるんじゃないかなというような感じなんでね、ちょっと弱ってる木をね、狙ってね、虫って結構ね、ガンガンね、攻めてくるんですよ。ですんで、ね、注意していただきたい。なんかね、よくあるのは、鉄砲虫って、ね、カミキリムシの幼虫なんですけど、あれが入るのも基本的には弱っている木に入りやすいという風にされています。ですんで、木がね、やっぱり元気じゃないといけないんですよ。元気だからね、こう切ることもできるし、元気だから虫がつきにくいっていう風になりますし、元気だからついたとしてもすぐ虫がね、どっか行っちゃうよという風になります。で、じゃあ元気はどういう風にね、保っていけばいいかっていうと、基本的に一番最初のスタートになってくるところは根の健康になってくるんですよ。根の健康っていうのは水分とか養分とかをね、木の根っこがうまく吸えてるかどうか、吸い上げられているかどうかっていうことになります。で、そのためにはですね、土壌環境っていうところがね、大事になってくるというふうな感じになりますんで、ぜひともね、まあその辺のところも一つね、見ていただきたいと思います。ちょっともね、この文章だとね、なんとも言い難いんですけど、まあ可能性ね、いくつかあります。水分がうまく吸えていない、何かしらの病気になっている虫の繊維。まあどれかしらなんでね、これをね、消毒をしたから必ず良くなりますよともね、ちょっと言いにくいというふうになりますんでね、まあどれかしら、どれをやっていただいても、まあ特別ね、なんかね、良くないよっていうことはないと思いますんで、土壌改良してあげるとかね、病気になってる可能性もね、調べてあげるとかね、虫がついてるんだったら、まあ消毒してあげる。まあこの辺でいいんじゃないかなと思っております。はい。ということでね、続きましてですね、ありがとうございます。助かります。私もですね、コメントいただいてね、いつもね、ありがとうございます。コメントいただくとね、なんかね、なんか励みになるっていうことがね、結構ありますし、あ、確かにね、こういうことが、なんかね、気になってるんだな、こういうことがわからないんだなっていうのが改めてね、私も知れるというふうになりますね。まあもうね、どっぷり肩までね、植木や庭師業界使ってね、もう10年ぐらい経つんですか、10年以上経つんですか、2011年からやってるんでね、今年2023年なんで12年、江戸が一周しましたね。というぐらいね、私もやっててね。で、まあその中でね、自分で会社をやり始めてもう7年、以上経ったというふうな感じなんでね。やっぱりね、こういう動画を通してですね、その初心者の方だったり、DIY の方だったりっていうところから、こういうのって何ですかってコメントいただくとね、返事しやすいですし、こういうことにね、困ってるんだなっていう、直接ね、一気にね、返事ができるっていうふうな感じに今はね、してますんでね。まあなんか気になったことあればね、こういう感じで昔の動画とかでもコメントいただいて、やつはね、結構ね、返信してるという風な感じになりますんでね、今一度ね、見てない動画とかあればね、見ていただければなと思っております。私がね、太ってみたり、痩せてみたりね、してたりとかね、ヒゲが生えてたりとかね、いろんなのが見れますんでね、まあ、ぜひとも見ていただきたいという風な感じになっております。ということでですね、本日はそんな感じのお話をしております。チャンネル登録もやすよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。